うわ、お尻痛い。やっほー。でもすっぴんで今日もっていうか昨日はメイクしてたか。やっほー。さっき配信始めようとしたら弟がちょうど帰ってきたのでこっちで配信してます。オールですかじゃない、聞いてほしいんですけど、この昨日の一昨日寝るのがめっちゃ遅かったんですね。なんでかっていうと課題をずっとやってたから、課題はそうずっとやってたから遅くなったんだけど、でそれでそのまま学校オールじゃないけどその日もでも、ね、3時間ぐらいしか寝てなくて、でその日も一日学校で、で昨日友達とあの誕生日祝い会だったから全然寝てなかったんですよ。だから昨日は、まあ、12時になってみんなでね迎えたの、その S ちゃんのおめでとうってジャンプとかしたりしてあのお祝いして、で私はお風呂ベッドが一番ハズレベッドって言っていいのか分かんないけど、ハズレベッド、じゃんけんで負けてハズレベッドだったので、お風呂は一番最初に入っていいよということで、お風呂はもう12時になる前に入ってたのね。でだから本当に寝たの1時とかに寝れたの。私にしては珍しくない？いつも3時4時5時とかに寝る女がなんと1時に寝ることができたんです。飛んだよ、ちゃんと飛んだ動画もちゃんと撮った。あと15秒あと10秒とか言ってせーのって言ってジャンプしました。そう、21歳になっていきました。私その昨日私合わせて4人一緒にいたんだけど、そのうちのもう昨日21歳になった子と、もう7月の最初21歳になった子がいるんで、あと私ともう一人の子が10、もう一人の子は10月誕生日で、私11月なので、もうちょっとでもうみんな21歳になっちゃうと思ってすごいなんか話してますよ4人で、もう21歳だねやばいねとか言って、そう、21歳なんか大学の見つかり出てますよ。もう7月5日にお披露目されてっていう感じなんですけど出てます。ぜひ投票よろしくお願いします。なんかインスタもインスタそのコンテスト用のインスタと XTikTok があるので、個人でぜひフォローとかして投稿したりするの結構頑張ってるので応援よろしくお願いします。で今日も昨日ね TikTok 上げようとしたんですよ。てか上げたんだけどあの TikTok で編集をして、それをその TikTok で編集して音源つけて上げたらなんか違う、何ちゃんとなんかバグみたいなのが落ちちゃって、で一回消してもう一回上げ直したんだけど、それそのバグが治んなくて、だからマネージャーさんと話して昨日は上げるのやめようみたいになって、だから今日上げる TikTok は、でインスタも今上げようとしてるので、インスタと TikTok で、 Twitter はね動かしたいんですよね。 Twitter なんかあといつも使ってるこあのインスタ、そのコンテスト用のインスタは結構上げてるんですよ。もう結構本当に毎日一投稿はしようって思ってるので、ぜひフォローしてほしいんですけど、いつも使ってる方のインスタを逆に全然動かしてないから、 そっちも何か載せようかなって今日思ってます。でなんか投票したよって、今日も投票しましたっていう報告してくれたりとか、投票画面送って来てくださるファンの方とかもいて、本当にありがとうございます皆さん。嬉しいです。全部見てます。
本で全部見てます。で DM ももう毎回いつもっていうわけじゃないんですけど、いいねとかをしてるのでぜひ見てますんで。なんか他のショールームのハリケーン出身の大学生言ってた。どういうこと？同じ大学の？あれ嬉しい。そういいねをしに行きます。で投稿のそのリールとか投稿とか載せてるんですけど、それにコメントしてくださったのもランダムでコメント返信したりしてるので、そう、そう、国学院大学です。あんなにね、本当にさ信じられないよね。あんなに東大の医学部でとか言ってたのごめんなさいね。本当そう、これがであれなんですよ、これ11月30日まで続くんですけど、11月30日まで続くんですね、このこれがコンテスト。これ言っていいよね、言ってよかったよね今の。いやいいよね、言われてるよね。11月30日にお披露目の時に確か言ってた気がする。11月30日にあれとかお披露目の時に MC の方が言ってた気がする。そう、11月30日までなので何が起きるか本当に分からないし、皆さんがいないとやっていけないものなので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。皆さんの応援が必要ですので。中間発表欲しいね。中間発表は多分ないと思うんですけど、でこれからミクチャーとかでも配信が始まっていくと思うので、そうミクチャーで配信することがもしかしたら一定期間、少しの期間ね、ショールームじゃなくて、ショールームもやるんですけど、できるかちょっと分かんないけど、その期間ミクチャーをいっぱい多分する期間が多分これから出てくると思うので、ミクチャー、その時はまたご報告しますけど、っていう感じですね。で11月30日は普通に一般のなんていうの、国学大学生だけじゃなくて、もう皆さんももちろんですし、もちろん皆さんもだし、本当に一般の方、そんなに大学生、大学に関係ない、関係ないってなんていうの、一般なんていうんだ、大学生じゃない人でも当日は見に来れるらしいんですよ。11月30日国学院大学に在学してる人だけとかじゃなくて、ほんと皆さんも見に来れるやつなので、そうだから11月30日ぜひ、ちょっとまだ先で予定もわからないなって思うと思うんですけど、そう11月30日土曜日ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。本当に誰でも入れるかな、なんか予約とかしたら。ガチで頑張ってほしい、頑張る、本当に。なんかみんなで応援しに来てください。その時に、その日にもうグランプリ、準グランプリとか発表されるので、
私のその最後の姿を見届けに来てください。予定を当てておいてください。都知事選より重要なんだって。都知事選の方が重要ですけどね。それは都知事選ちょっと頑張らないとね。私まだちょっと先です。ガチでやろうとしてるやつ。夢の中に出てきたけどね、ちゃんと。うちはもう、ね、これさ、センスってさ読んじゃうんだけど、この感じ。うちはね、うちは持ち込み不可ですとか注意事項お願いします。多分それも私もちょっとなんか先すぎてちょっとわからない、何も聞いてないからわかんないんですけど、なんか友達とかに見に来てねって言った時に、うちらとか持ってっていいのって言われて、その時マネージャーさんに聞いたら、うちらとか大丈夫って言ってたと思うので、マネージャーさん、だからうちは大丈夫だと思います。11月30日に国学院大学渋谷キャンパス来てください皆さん。そう、友達も見に来てくれるみたいなので、もしかしたらあの友達も見に来てくれるかもしれないですし、まだ分かんないですけど、私と仲いい友達見に来てくれると思うので、一面とかこの間会った時に話したから。そう、楽しいあれにしたいですけどね。マネージャーさん羨ましいだって。マネージャーさん羨ましい、何が羨ましいんだ。なんかさ、なんかやだ、ライトが髪の毛茶色くなっちゃったから染めに行かないと。そう、だからぜひ見に来てくださいっていうご報告。暑い、ここ暑いな。今日は TikTok あげますんでと思ってる。なんか昨日バグっちゃった。なんちゃら学園の方の今後の活動、なんちゃら学園やめて。なんちゃら学園はそうだな、でも9月にありますよね。また待ってるだって、待ってて。可愛いだってありがとうございます。こんななんか体調の悪い顔してますけど、すっぴんで。なんかさ、昨日さ友達とさ話しててさ、なんかもう21歳だねって話してさ、うちらはもう卒業したら会わないのかなとかっていう話をしててさ、ちょっと悲しくなっちゃったよ。うちらはもう大人になったら会わないのかなって。いや本当に髪茶色い、辛いよね。ね、うち本当に暑い。待って、ちょっと持ってきてもらおうかな、扇風機。グラビア出たら大学の友達なんか言われた？なんか言われた？え？なんか言われた？え、絶対買うって言われた。
それだけ。いや、いいや。じゃあ、行こうか。ゆうちゃん来て。来させます、今から。ゆうちゃん、うん、おう、危ないよ。そこにさ、扇風機さ、かけてあるから取ってくんない？え、そこそこ、その、あの、うちのカバンがかかってるとこ。ありがとう。じゃあね。持っていってもらった。最高ね。私の命これ。ああ、涼しい。久しぶりに池干ししてたって。イケボか、あれ。涼しくて泣きそう、涼しくて泣きそう。本当ハズレベッドの寝心地はどうだった？だって、うーん、え、でも全然良かったよ。でも一回ね、目落ちたの、目落ちたの、じゃ、間違った、目覚ましたの、あの朝の7時くらいに目覚まして、一回パッて目覚めて、で、なんか、あ、まだこんな時間かと思ってもう一回目つむろうとしたんだけど、なんか怖くなって、急に一人だけベッドさ、あれなんだよ、外れてる、何、離れててさ、なんか急に怖くなっちゃって、お化けとか考えちゃって、めちゃくちゃすぐ目つぶって寝たけど、なんか怖かった。じゃあ、そろそろランキングやもんかな。そろそろ。暑いし。何気にイベントサインで終わりそうね。それな、多分ね、わからないけどね。わからないけどね。大学のミスコン大変だって。大変。なんかいろんな面で大変かもしれない。いろんな面で。なんか私人見知りしてて、めちゃくちゃ、私本当になんでこんな人見知りなんだろう。そこがちょっと自分のちょっと嫌なとこかもしれない。なんか本当になんか仲良くなったらいっぱい、もう本当にやばいの、仲良くなったらいっぱい話すんですけど、なんかもう本当に自分をさらけ出せるけど、仲良くなるまでが時間かかっちゃう。わかりますかね、この気持ち。え、でもあるあるなのかな、コミュ力がないから私。そうだから、で、私しかも一人だけキャンパスが違うんですね。だから多分出遅れてる、めちゃくちゃ出遅れてる。なんていうの、仲良くなるのが出遅れてる。人見知りする方が好き。どういうこと、人見知りする方が好き。そう、だからてか、もうマネージャーさんとめっちゃ仲いいから、マネージャーさんとはいつも一緒にいる。マネージャーさんはもうめっちゃ仲いいんですよ。なんか
まあマネージャーさんだから会う頻度も多いし一緒にいる時間も長いからって感じですかね。だからもうねすごいんですけど、もうすごいんですけど、なんかこれからもっと皆さんと仲良くなりたいと思います。私ちょっと顔が怖いってよく言われるから、もうこんなんで常にこんなんでいたら話しやすそうかな。っていう感じで頑張ります。まあでもこれから夏休みとかもう結構活動あるのかな、あるよね、ある、うん、あった気がするから、そこでたくさん仲良くなりたいと思います。いや怖くない、え、私怖いって言われる顔、なんか第一印象めっちゃ怖いって言われるから、こんなんでいたらいいかも。えなこちゃん髪の毛高く、え、ちっちゃい頃はね、それこそ中学生高校生の最初の辺は自分でも思うぐらい髪の毛高かったと思う。なんか変わっちゃった性格が、だって ISFP だもん、関係ないか、 INFP だっけ、なんだっけ、 ISFP みたいなやつなんだもん、内向型に変わっちゃったんだもん、 MBTI 診断した。最近の若者は本当に MBTI 何っていう会話が本当にあるから、私 MBTI とか全然わかんないと思ってたから、最近は MBTI ちゃんと覚えるようにして、アイリス大山何それ、一番相性いいの何、え、わかんない、何が相性いいかわからない、なんかでも面白い人が好きだから、私面白くて話してくれる人、そうそう、ということでランキング読みますね。あーおちょっと待って、やばい、めっちゃブスこの子、え待って髪の毛ボサボサなんだけど、やばいやばい、さすがにやばい、こんな姿見せられない、いつも見せてると。13位ザトさんありがとうございます。12位ナーニャネモンソイさんありがとうございます。11位コルネットさんありがとうございます。10位 WY さんありがとうございます。9位ヨイチさんありがとうございます。8位ミンウェンさんありがとうございます。7位ハラチュンありがとうございます。6位タナちゃんありがとうございます。5位白眼鏡ありがとうございます。4位にゃこさんありがとうございます。3位総水さんありがとうございます。2位はおろしさんありがとうございます。そして1位はごま塩ポッキーさんでした。ごま塩ポッキーさんありがとうございます。ごま塩さんポッキーさんありがとうございます。ということで今日はもう課題がちょっと1個残ってるので、課題を頑張ったり、あのインスタも TikTok も頑張りたいと思います。やることいっぱいやりたいと思います。それでは今日も見に来てくださってありがとうございました。また明日撮影があったりするので、まあまた来週、うん、終わったちょっとまた考えます、いつやるか。それではみんなバイバーイ。ありがとう。